やっほー、熱っ。こんばんは。皆さん、X 更新したのでぜひ拡散してください。よろしくお願いします。涼しい。よいしょ。よいしょ。訪れしてる？訪れしてますか？なんかさっきブブブってなったんだよね。訪れしてる？大丈夫か。皆さん、私の X ぜひリツイートしてください。リポスト。熱っ。すごい、キノコ、マッチー、キノコありがとう。かわいい。秋だね。ふみちゃん、トークイベントどっちの部参加しますか？これは本当に私もちょっとまだわかんないです。まだ発表されてないしね。ちょっとまだわかりません。すごい、アイアンもありがとう。かわいい。なんだこれ、リス。ありがとう。まさこべもありがとう。リス、ウケるだって。愛知のいちご、ウケる。ありがとう。ありがとう。撮影はまだ始まってないので、もうすぐ撮影が始まります。なんか私さ、なんかその
密かに夢がある。ちょっと待って。密かに夢があって、そのホラーとかがすごい好きじゃないですか。私あのグロい系が好きなの。ホラーっていうかグロいドラマとか作品大好きじゃん。あの血だらけになったりとか、だからそういうのが好きだから、なんかちょっとその怪談話、ちょっとホラー要素がある作品に出るのがすごく密かな夢だったんですよ。そう、それが今回 TikTok 怪談という形で、しかも映画という形でね。今流行ってるの知ってますか？ TikTok ドラマとか TikTok 映画とか、結構池田エライザさんとかがあのサポーターっていうのかな、なんかそういうのやられてて、結構今流行りの TikTok ドラマとか TikTok 映画とか今多分流行ってると思うんですけど、アンバサダーみたいなのに多分池田エライザさんとかがやってらして、すごく新開拓なコンテンツだなと思います。12月に TikTok で公開されるので、皆さんお楽しみに。あと私の夢は、なんだろう、原作があるものにちょっと作品やってみたいなっていう気持ちもあります。元からこう原作がある役をずっとやってみたいって毎回言ってると思うんですけど、今までこうストレートのお話だったけど、こう本当にもう原作のファンがいるとか、作者さんがいるとか、もうアニメ化もされてるし、漫画もあるし小説もあるしみたいな、もう超原作ありきの作品、舞台だったりをやってみたいなっていう気持ちはあります。え、訪れしてる？ちょ一回更新するわ。どうだ、ちょっと更新してみた。今日のお供はタピオカです。治った、よかった。あ、タピオカ飲んじゃった。タピオカ飲んじゃったよ。映画出演おめでとうございます。ありがとう。なんだ、誰だ、みずきちゃんがナーニャとまなみの3人で配信してたか、あめちゃん来たのかと思いました。私のアカウント、私のアカウントこれしかないですよ。私見てない、その配信ショールームしてたってこと。私のアカウントはこれです。え、なりすましがいるってこと。私は今日一日お仕事をしてたので、人の配信あんま見ない。私ではないです。かもちゃん、きのこありがとう、ファニンさん、リスありがとう、ありがとうございます。これなんか毒キノコ、あ、毒キノコ、毒キノコっていうやつあったよね。皆さんに嬉しいお知らせができて嬉しいです。ミクチャね、ミクチャなんか私アプリすら入れてない。
やってないです。みくちゃん、やだね、そうやってなんか人の名前勝手に使って配信見てるの。みくちゃん私じゃないです。じゃあもしそれ見たらブロックしといてください。通報してブロックして。高木のか、高木のか、高木のか、高木のか。あ、やばい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 。あの、公式 TikTok の方で、公式 TikTok、 私がインスタグラムに載せたストーリーに載せた TikTok 階段の公式アカウント、 TikTok の公式アカウントがあるんですけど、そちらでショートフィルムが公開されてるので、ぜひ皆さんそれ見といてください。あとアカウントもフォローして待っていてください。ワンミニ女です。撮影はこれから楽しみ。11月1日は新宿村ライブでイベントがあります。みんな大好き新宿村ライブ。なんかそこではメイキングとかトークイベントとかも行うので、来てください。私が前にちょっと匂わせた11月1日来てねって、開けといてねって言ったやつ、それです。10月30日に卒業公演して、31ハロウィンやって、11月1日イベントってさ、え、めっちゃ卒業公演のあさってに会えるってことだよ。めっちゃよくない？めっちゃよくない？あ、そうそう、シュートアウトの場所、シュートアウトと、あと、あ、え、ちょうどハロウィンじゃん。ちょうどハロウィンの次の日。怖い、怖い、怖い。でもそのイベント自体は多分怖くない。あの本編のなんだろう、ちょっとなんだっけ、デザイデイザー効果みたいな、なんだっけ、なんか本編の予告みたいなのがちょっと見れるから、本編が別に丸々流れるわけじゃないから、本編丸々流れるのは多分 TikTok なので、その11月1日のイベントではあくまでもトークイベント、多分普通に会えるイベントなので、そこではなんか本当怖い映像とかよりかお話かな。充電して。5分経過、1006日達成、やったー、ありがとうございます。
スガジーありがとう。リス。お出しくんお支払いは今日まで。皆さんぜひ今日までです。お支払いお待ちしてます。明日は明日も朝からお仕事です。明日ちょっと夜遅いのでちょっと遅い時間から配信するかと思います。わかんない、夜できるかわかんないから明日朝配信します。8時、また8時ぐらいから、はい、8時から朝配信します。皆さん見てください。ちょっと夜は遅いのでできるかわかんないので朝にやっとこう。ちょっとなんか今週ほんとバタバタしてて、いろいろなのでちょっとできる時にやります。今日は今日でその違うまたお仕事だった。もう今日のお仕事もめっちゃ楽しみで、楽しみがやばい私楽しみすぎます。今日のやつもまた後々お知らせできると思うのでお楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。あ、リッキーありがとう、かわいい。わたさん、リスありがとう。わっち、きのこありがとう。きのこ面白いね。たくきのこ、たくきのこ。でもさ、何が嫌だってさ、今週天気悪いのよね。今週ちょっと私は忙しいので最悪です、行き帰りが。今日も朝雨降ってた。お知らせね、そうね。え、台風やっぱ来る感じ？大丈夫かしら台風。明日は天気いいんだよね確か。やだな。明日は朝から夜まで仕事。あら、まあみんな明日は朝から、いつも朝から夜まで仕事だよね。頑張ろう。頑
すごい今さ水金木あたりが雨風注意って書いてあるのがさ、私さ水木金がさ金木星に見えちゃった。水木金っていう3つの並んでるやつが金木星に見えた。金木星も豊富だよね。金木星香る頃あ、そう見て指治ってきた。なんかめっちゃ痒くてとにかく皮がめっちゃむけんの。ちょっと治ってきてめっちゃ皮むけんの。なんか赤くなって、見てここ皮むけたの。めっちゃ寝痛い、切れてる。この見て、ここなくなったの。海が、なんかさ痒くて痒くて、でもだんだん何かちょっとね早く撮影前に治ってほしいんですけど、今私脱皮してます。もう痛くない。あ、痛い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 の。この皮むけて血だらけになってるけど、ちょっと痛い。いや勝手にむけてくるんだよ皮膚が。勝手にむけてくるからむしった。勝手にむしりました。こういう場合何を塗ったらいいか分かんない。だからそう、めちゃくちゃ裂いちゃってここ血ちょっと出ちゃった。ある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 でもない。あう、あるあるでもないけどね。むしりすぎて血が出ちゃうことはあるある。なんかさ、昨日からインドネシアのファンの方が多い。誰でしょうか。フィオニーだって。JKT のフィオニーに似てるってすごい言われるんですけど、これほくろだ、ほくろじゃない？ほくろじゃないか。同じところにほくろがある。え、めっちゃ綺麗な子じゃん。かわいい。
うん、アミさんは世界で、ん、アミさんは世界に通用する美人さんですからね。だって、え、嬉しいじゃん。今日かき氷食べてない、全然。みんな今日のご飯は何食べましたか。私はシャインマスカットと冷しゃぶとタコのマリネ食べました。キモクセイ香る頃、タコのタコのマリネ大好きすぎてさ、私ほとんど食べちゃって、お父さんの分なくしました。ああ、お父さんの分なくなっちゃったって言われたお母さんに。タコのマリネ食べました。朝からお母さんが仕込んでくれてて、それを一回夕方に食べて帰ってきてからお昼ご飯食べて、で、あ、絶対これ夜ご飯出されるやつだと思って夜にも食べた。このマリネ大好き。うわ、めっちゃいい iPhone ケースがある。ちょっと私の iPhone ケース、え、これ売ってんのかな、かゆい。お父さん、そう、お父さん、でも私が好きってこと知ってるから、大丈夫。あ、
私が欲しい iPhone ケースが売ってそう。顔iPhone11 Pro だ。私は iPhone ないないないとかある？信じない。ね、遅いのこの携帯。iPhone なんだろう、 7? お、7か。遅いよね。皆さんちなみに、在庫がありません。かわいいのに在庫がない。茶色だけあるんだって。茶色はな、ないです。え、この色めっちゃ可愛いのに。ピンク。本当にさ、白は最悪。もうさ、もうこうなの、なんかもうプロはないのよ。11プロは本当に全く。これはあるか。ない。もうダメじゃん。終わった。もう私な、手帳型っていうか、あれがいいんですよ。背面、あのこうケースにカードが入るやつ。 iPhone あの背面にパスケースみたいなのがついてるやつがいいの。そしたら携帯持っとけばさ、だってカードキーも入るし、カードも入るし、スイカも入るし、何でも入る。もうなんか iPhone ね、これ iPhone ケースがないから携帯変えましたみたいなことになりそう。ちょっとショックです。なかなかもう11 Pro は可愛い iPhone ケースがないんですよ。それがちょっとなんです。機種編もめんどくさいよね。
私も今ほんとボロッボロの iPhone ケース使ってて恥ずかしいもん。どこやったっけ、そもそも iPhone ケース。え、 iPhone ケースない。え、ないわけないんだけど、え、ない。え、なくした。あっちにあるわ、リビングだ。そう、私はそのもうむけてきちゃって皮がもうね、ダメ。配信は何でしてるの？携帯です、 iPhone 携帯。私家だとケースを外すんですよ。家だとね、携帯裸のまま持ってる。出かける時だけケースしてる。そう、なんか別にクリアケースとかでも何でもケースいいんだけど、そのやっぱカードが入るから楽なの。免許証とかそれ持って出かければもういけるもんね、どこにでも。だからそう、でもなかなかもうないね、11プロは。だからなんかいいケースあったら教えてください。11プロ、え、今月15シリーズ発表。 iPhone15 ってこと？え、さすがに iPhone15 にしようかな。もうなんか容量もないしね、変えようかなこの機に。30万だって、たっか、たっか。なんで？え、待って、4台買えたら120万。え、気持ち悪い。え、なんでそんな高いの逆に。あ、一番高くて30万ってこと？え、そんな30万の価値ある？どんなもん、どんなもんよ。30万で何ができるっていうの。じゃあ14だ。画質が良くなる。また画質良くなるの。へー、そうなんや。まあね、すごいね。画質がいいだけでそんな30万もするの？すごいね。
じゃあ30万の下は何なんだろう。30万の下はそんな変わんないのかな、それとも全然やっぱ15になったら変わるのかな。車買える金額30万で銀歯を3本セラミックに変えられます。そんなみんな例えないで、例えないでな。30万あったら何できる。ね、メモリ容量で変われる、確かに。まあまだだって情報解禁されてない、噂ってことでしょ。30万っていう噂、自分はカメラ買います。でもカメラ買うんだったら毎日使う、やっぱ iPhone 買うかな。 iPhone ってね結局毎日使うしね。別になんか30万って言われても毎日使うし、なきゃない存在、命の次に大事だから、別になんか、毎日使うものに対してあんまり妥協したくない、そこは。で毎日使うんだよ、毎日毎分使うんだよ、なんなら1日11時間とか使ってんだよ。それ考えたらさ、まあ30万、まあ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 、毎日使う、毎日11時間使うって考えたらいいって思う。本当にマジで全然数回しか使わない30万のカメラ買うぐらいだったら、私はじゃあ30万で毎日11時間使うあの iPhone いいの買いますっていう考えになっちゃう。まあその一括で買った場合は30万ポーンって飛ぶけど、だからそこではわあ30万飛んだなって思うけど、まあ、よくよく考えたら毎日使うし仕事それでするし、まあいいやみたいな感じで思っちゃうかも。結局はね、なきゃいけない存在だから。だから毎日使うものは妥協しない方がいいです、私の考え。痛い、なんかまた顔向けてくる、しなしな。あんま伝わんないよね、何時から始めたっけ。15分ありがとう。まだ9点でお買い物してないんだ。9点何かを、買い物カゴには入ってるけど、え、ウケるだって。ありがとう夕日、ウケる。指は痛くない、あ、ここが痛い、ここなんか新しくこの血が出てきたところ痛い、ちょっとなんか深く抜きすぎた、痒いんだよね今すごい、痒くて膨れ上がってた皮膚がなんかむけてきてるの、脱皮してます今で、海も全部取れた、今はこの皮が再生するのを待ってる。色はね赤いんだけど痛くないのよ。まあ治っている証拠らしいからちょっとおとなしく待ってます。え、9点で韓国冷麺、冷凍食品のサプリメント買った、だって、え、いいやん。そう、結構ね品揃え豊富だから
水とか食料とかお菓子とかメイクとかコスメとか洋服とか持ってる。たまに自転車とか持ってる。すごくない？9点で自転車売っちゃうんだよ。どんな感じ？どんな感じよ。明日朝メイク配信しよう。みんな8時から見れますかね。8時から見てくれますか。ちょっと夜はできるか分かりませんので、明日の準備しよう。よいしょ。明日ちょっと朝早いので、私の最近なんか偏頭痛がさすごいするから薬入れてく。あと私はよく靴ずれをするので絆創膏も入れてます。絆創膏めっちゃ入ってる。じゃん、バンドエイドと、あとこれは胃薬、ブスコパンと、あ、これに入れよう。薬ブック、ちょっと長丁場のね現場が続くのでお薬持っていきます。あれどこやったっけ、お薬。あった、胃薬。あとはこれは目薬、これは抗菌、抗菌目薬。あとはこれはなんだろう、これいらないんだけどな、鼻炎カプセル、これはいらない、置いていこう。あとは頭痛薬、ちょっと待ってね。通訳と、これはちょっと薬入れて、あと何持っていこう、これ入れて、まあ念には念をね、念には念を。
の最近飲んでるメリロート、これは夜に飲むといいと聞いたので飲んでます。仕事がある日は、撮影とか大事な仕事の時は飲んでます。公演の前とかは飲まないけど、これねもう一個新しいの買ったんだよね。あ、これも入れとこ、じゃん、デンタルピック。デンタルピックっていうんだっけ、なんていうんだっけこれ、じゃん。なんかミリロート効いてるか分かんなかったんだけど、なんか分かんないけど効いてるような気がするから飲み続けてる私は。なんか効いてるような気もするんだよね、だからね飲んでます。フロスとは違うの？フロスって何？フロスってなんだろう？あれ、メリロートがなくなっちゃった新しいやつ。買ったんだけど。買ったんだけどな、なくなっちゃったね。もういっか。デンタルフロス、あー、これ、これなんだろう、糸ではないんだよね。ブラッシュピック、これ一回も使ったことない。これ何、どうやって使うのこれって。あー、これどうやって使うの、歯こうやってやんの。なんかたまたま入ったお店にこういうのが売ってて、あ、いいなと思って買ったんだけど使い方が分かんない。歯ブラシ持ってない時とかね、なんかさ、例えばご飯行ってて歯ブラシなんか持ってかないじゃん、人とご飯行くときに。そういう時にちょっとお直しとかパウダールームとかでお直しする時にいいよみたいなのを見て、あ、いいなと思って買いました。耳かけてた方がスッキリするか、どうだ。初ホラー映画です。そう、こちら皆さん X リツイートしてね、してくれましたか。やっぱねリツイートとか、あ、このファンの方はちゃんと、この人のファンの人はちゃんとリツイートしてくれてるとか、なんかちゃんとねこう拡散してくれるファンの人たちなんだっていうね。だから皆さん絶対拡散してください、よろしくお願いします。で皆さん11月1日はトークイベント来てください。
公式もリツイートしとこう。すごいね、縦型映画って。そう、あのさ、監督と脚本が入江オロパさんって方なんですけど、あのオロパさんとは私あのシュートアウトでご一緒して2度目なんですけど、なんかあの懐かしさを感じました。あのシュートアートホッケーの舞台やった時の演出の方なんですけど、そうオロパさん結構有名な脚本書いてる方で、なんか調べてたりするとオルパさんの脚本調べたりすると、あ、共演した人とかなんか知り合いとか知ってる人がオルパさんの脚本演出とかの舞台に結構頻繁に出てて、いいと思って。まだその時はそんなに私も舞台詳しくなかったんだけど、そうそうそう、あ、そう、コミと共演している方もいる。だ、私見に行ったから舞台、その男性役だったのかな、ちょうどその時で。今回その撮影フィッティングかな、フィッティングでお会いした時に、私の後にフィッティングされててお会いしたんですけど、なんかまた印象が違くてとてもお綺麗な方でした。まだね、そんなあの顔合わせとかやってないので、衣装合わせとあのビジュアル、今回多分グッズとかも出ると思うんですけど、ビジュアル撮影した時にお会いして、だからすごくあの純潔のイメージとは全くちょっと違いました。あれあれや、あれ消えてる、アプリ、アプリじゃないや、消えちゃってる。アドリブ多かった、確かにアドリブ多かったね。アドリブがあるのはね、舞台の楽しみなところもありますけど、やっぱ映像ってなるとでもまた緊張するんだけど、映像ってさ一回限りじゃん。舞台はさ何回も稽古して本番に挑むけどさ、映像ってなるとさ自分がこう家で練習してきたものをパッて本番しなきゃいけないからさ、もはや一発勝負みたいなことあるじゃん。それがねちょっと久々すぎて緊張する。舞台の稽古はね、稽古だからいくらでも間違えてもいくらでもセリフ見ながら言えるけど、映像となった場合違うからね。映画スリーアウトのイベント叶わなかったからそれな、マジあの映画どこ行ったの。皆さんそろそろスクショしますか。マジでの映画はどこに行ったんでしょうか。私は分かりません。でももう亡くなったようなもんだから、配役とか発表しても良さそうだよね。もう公開することないと思うから。
わっちー、ありがとう。あんやん、ありがとう。まさこびゃー、ありがとう。愛知のいちご。ありがとう。かもちゃん、ありがとう。リッキー、ありがとう。え、これが謎の手だと思ってる。え、これハートだよ、知らないの。え、知らないの、このハート。え、今時このハート知らない人いるんだ。はい、わたさん、これ顔ハートって言うんだよ。ありがとう。ゆうひありがとう。 OK かな。木漏れ日の蜜だって、まっすぐ春だよって。君が教える初めて時、カーハート知らない人がいるね。めっちゃあんなに流行ったのに、カーハート。これをこうやって顔につけるとカーハートっていう、めっちゃ流行っているポーズでございます。
みんな明日何時起きですか？早っ、みんな早っ。4時半、4時、5時、6時。早っ。え、何時に寝んの、そういう人って。何時にみんな起きるの、寝るの。みんな寝てるちゃんと、大丈夫。今日私お昼寝しちゃった。最近お昼寝しないと無理。最近はお昼寝しないと眠くて無理。あのもうご飯食べてソファーでくつろいでたらもう終わりです。眠くて眠くて寝ちゃう。お昼寝って最高。そうさ、15分のお昼寝タイムっていいって言うけどさ、15分で私眠りにつけないんだけど、なんかでもいい、でもつけんのかな眠りに。でも15分しかない、15分しかない、15分しかないっていう焦りに変わっちゃうんだけど、15分だけ寝てくださいって言われても無理無理無理。15分しかないっていうプレッシャーで寝れない、絶対寝れない。え、15分は眠りにつかなくていいんだって。あ、目つぶるだけ？ってか瞑想とかしたらいいのかな。瞑想だっけ、妄想じゃないよね、妄想は違うか。瞑想すればいいのかな、瞑想してたらいいのかな。インドネシア語でお願いします。インドネシア語は喋れません。なんで最近こんなにインドネシアのファンの方がコメントしてくれるんだろう。すごい、インドネシア、私インドネシアで爆発的ななんかバズりました。バズったかな。逆に日本語でお願いします。私インドネシア語わかんないです。私は1時間寝たら結構すっきりするタイプかもしれない。
じゃあ皆さんそろそろ終わりたいと思います。明日は8時からメイク配信をしたいと思います。では13位群馬草津、12位山形かかし、11位サトル、10位スガジ、9位ユーヒー、8位マサコベア、7位アイアン、6位愛知のいちご、5位リッキー、4位カモちゃん、3位ファリン、2位ワダ、1位はワッチー。ありがとうございました。では本日情報解禁されました映画 TikTok 怪談ワンミニオンナ、皆さんぜひ楽しみに待っていてください。11月1日、ちょっと時間はまだ決まってないんですけど、イベントがありますのでぜひ来てください。もうチケットは取れるのかな、だからチケットサイト行ったらさ、なんか存在しませんみたいなページ出ちゃったんだけど、どうなんだろう、どうなんでしょう、まだか、まだか、そっかそっか、アミちゃんに会えます。11月1日、9月の中旬から、あ、ありがとうございます。なるほど、じゃあ皆さんの TikTok のショートフィルムが開催じゃないや、公開されてるので、そちらを見た方が分かりやすいかも。5は簡単、まあ2、3分、3、4分、5分ぐらいのあれなので見てください。